にちは。前髪を切ります。チョコミンコ、チョコミンコなんだこれ。チョコミントじゃなくてチョコミンコ選手権なんだ。チョコミントだけバレおもろいやんって名前、ネーミングセンスよ。お昼何も食べてない。まだ何食べたいと思う。2時ぐらいかな、多分2時ぐらいまでやると思う。そんな大事なことを前髪切る、前髪切るなんて別に大事ないよ、言うほど。そんな失敗しないはずだし、失敗したら失敗したら面白いけどね。今日はね、眉毛を脱色したの見て、じゃん、茶色いでしょ。何も塗ってないけど、眉毛じゃない、前髪がほら見てめっちゃ長いの。アイロン温まるまでね。バイバイ。なんでアイロン温まんないんだろうと思ったら設定してなかった。温度今日なんか雨降るって言ってるには降ってないよね今のところ。ありがてえ。カット用ハサミとか、ないよ。適当なハサミで切ります。なんか最近はメイクさんに切ってもらってたんだけど、さすがに長くてなんか我慢の限界になっちゃった。今日雨降ってる。みんな夕方からか。前に寝てた。いやいや、起きてた起きてた。ネイル変えました、じゃん。今回は蝶々を片方につけてちょっと傾かせました。ほんとシンプルな感じ。蝶々とあとキラキラだけで、水色のあのグラデーション。けあね、よく見たらキラキラなんだよ、ほらにしました。これを昨日の夜ずっとやってたからめっちゃ時間かかっちゃった。全然寝られなかった。首ってさ、うわやばい、垂れた。首ってさ、日焼け止め塗るのマジむずくね。塗ったことある、みんな首に日焼け止め。やばい、やばい、洋服に垂れた、スカートにも垂れて。首ってさ、マジむずいよね。手も綺麗、私手綺麗だよ。首ってマジで難しいよね、塗るの。何これ、いつも思うんだよね、日焼け止めで見ながら。なんでこんな首って難しいんだろうって。あ、鏡に私が反射してる。今日誕生日迎えた、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア三角さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。いや、そんな誕生日を迎えた君に私が前髪を切るとこを見せてあげようじゃないか。ちょっと手洗ってくるね。手がちょっとあのベタベタになった。日焼け止め、日焼け止め塗るとこう手がベタベタになるのが嫌なんだよね。だからなんかあんまり私こういうの塗りたくないんだけど、でも今年はやっぱいつも毎年ってか例年以上にちゃんと美白に気をつけようと思ってます。なんでかというと、やっぱこうなんか色白い、なんか私白の服着ることが多いけど、白の服ってやっぱこう肌がこう透明感ある方が私は似合うと思ってるから。そう、日焼け止めマジでベタベタするから嫌いなんだよ。バニラアイスありがとうございます。ちょっと長めに切る。
日みんな切るから見ててね。切ってるからね今。美容師の友達に見られたら怒られる。この切り方なんでかというと普通のハサミだから、何の変哲もない、ただのハサミだから怒られちゃう。これで切ると髪の毛めっちゃ散乱してる。自分で切るといつもエクサにガタガタって言われる。今からパソコンで行くし、今一瞬パチンコに見えた。え、今からパチンコ行くのは高校生なのにって思ったらパソコンだった。マジ焦った。いたって言った。出れ上がりになってる。私ね、こっちのね根元がね不安ってなりやすいから、こっち短く切る、こっちをね右をね左と同じ長さに切るとね、あれなんだよね、絶対失敗するんだよね。で失敗っていうか、あのめっちゃ前髪浮くんだよね。ちゃんパチしたことないですね。ただ私が小さい時5歳とかかな、なんかまださ子供がさ、あの親と一緒ならさ、あの店内に入れる時代あったじゃないですか。あの時代に入ったことはあります。ただ大人になって入ったことってないかも。そもそもかけるお金がないよねそもそもの問題ね。まず第一の問題で、まずそれに使うお金がないっていう。そんなのに使うぐらいの私はお洋服を買いたいです。全然別に時間の無駄だとは思わないです。つか時間の無駄っていうか、別にその生活の範囲内で別にであの生活費とかを切り崩したりせずに使うのだったら別にどうなんかいいんじゃないとか思うけど、ただそのなんかわざわざ生活を切り崩してまでする必要はないよなと思います。って感じ。別に娯楽として楽しむ分にはいいんじゃないって感じですよ。私はだって別に私のお金じゃないし、お前の金くれよ、そのお金でパチンコするからって言われたら、おお何言うとねお前ってなりますけど、じゃあ宣伝やないかってなりますけど、別に個人の自由じゃないかなと思いますね。その辺はよいしょ、私の前髪回収して、下に落ちた前髪コロコロして、よしいいんちゃう。切るときの寄り目が、切るとき私こうやって切るからね、寄り目になっちゃうんで。鏡見ながら切るとかじゃないから、自分の目でこうやって見ながら切るから。あの依存症とかまでなるとね、まあちょっとお金だったりが大変だから。だって別にさ、アラブの石油王とかがさパチンコしたとってさ、別にさ大した打撃はないわけじゃん本人からして。でも結局そういうことで自分の身の丈に合った金額の使い方がいいんじゃない。前髪はちょっと大学時代バイト代で稼いでました。でもなんかあるよね、なんだっけそれ、そういうパチプロっていう人たちがいるんでしょ。
誕生日ではないけど切るとこ見て、でも終わっちゃったんだ切るとこ。前髪って自分で切る女性結構どうなんだろう。まあいるんじゃない。私は少なくともあの時間メイクさんに切ってもらうけど、あの時間がないときは自分で切ります。そのメイクさんもやっぱみんなをしなきゃいけないから。でも大体はあれなんじゃない、その美容室に行くときに一緒に切ってもらうとかじゃない。夜は配信なしの予定です今のところ。あなたの目にはどんな私が映っているのでしょう。ちょっとまあちょっとガタこの辺ちょっとあれだけど、まあいいんじゃないこれで。どうできやろ自分でやったにしては。危ねえ、コードを挟みかけた。ファンレターめっちゃいい歌だよね本当に。踊る人数が少なすぎてちょっと笑ってしまうけど、いつもなんで2人しか踊らんのやろって思いますけど、あれはどういう意図があるんだろう。前髪伸びるの私早いんだ。わかめめっちゃ食べるからかな。そうわかめとね納豆をよく食べるからね。関係ないか。ここに生え癖がすごいついてる。私前髪の生え癖が変で、この辺とかなんかめっちゃ変な型ついてるんだよね。街角の街角で色だって言葉の壁だってそんなのと関係ない。なんだっけ、どうだっていいだっけ。水をかけてかけられて踊りながらじゃないとまだやっぱすぐ歌詞がすんなり出てこないんだよね。よしで、わかめと髪入るの関係ない。あ関係ないの。まあそうだよね確かに。だとしたらみんな食べるよね私のファンの人も。いいんじゃない、ほら前髪いい感じじゃん。ほら前髪切るとやっぱ結構変わるよね印象。よいしょ、ちょっと待ってよ。アネスタはバッグに入れる。ごめんね、忘れないうちにちょっとやっときたいことが。
てんてこちゃん、アイスありがとうございます。じゃあちょっと軽くお顔のメイクをしようかな。軽くね。こんな、どうなんだろう、私社会上がり公園のさコールがまだ分かんないからさ、全部だからなんかこれしてほしいとかちょっとまだ分かんないな。逆になんか何があるんだろう、当日の楽しみにしてよいしょ。でもさ、みんなさファンの人のさツイートとか見たりさ、私のこうあれ見てたらさ、みんななんか過去の見てさ、復習してくれてるみたいでさ嬉しいよね。ありがとうね、みんな。もう当日楽しみにしてます。オタクエラ私よりちゃんと復習してるかもしれない。ちゃんとみんな復習してて、最近買ったディオールの BB クリームです。これで日焼け止めとかファンデとか全部入ってるらしい。これね、でもね、色がちょっと自分の肌の色ちょっと白めだからさ、顔が真っ白になっちゃうんだよね、塗りすぎると。気をつけないと。しかもめっちゃ伸びるからこれ。高上がりはなんだそれ、履修したことない演目だったからあえて過去の何も見ないで。それもそれ楽しいかもね。私多分そのタイプだわ。復習あんましないタイプ、復習っていうかそういうのあんま見ないタイプかも。あ、鼻の皮がむけてる。
履修合ってた。大学とかで履修ってよく使われてるイメージ、言葉として。ここにめっちゃ皮がむけてる、やだ、鼻くちょみたいになってる。復習じゃなくて履修。履修って言った、さっき。復習は自分がってこと。最近マジクマがすごくてさ、どうしたいと思う。本当にクマがひどいよね。マジ森のクマさんになりそう。ごめんちょっと変なこと言った。クマが嫌すぎる。あんまりカバー犬は、これ可愛いよね。これファンの人がくれた。ちょっとこれ使ってる。リノにいいなって言われた。リノちゃんちとかのワンちゃんはこのトイプーちゃんだから。これ鏡クマじゃない、これこれ犬。変な言い回し、あ、全然いい全然いい。いや、意味は分かってるから。ただ私が読み方が、漢字意外と私弱いからね。クマにも見える、なんでだろうな。なんか最近さ、ツイッターで見たんだけどさ、多分暑い時間帯にあのワンちゃんとかを外で散歩すると足の裏ワンちゃんが火傷しちゃっててみたいな、それが結構本当に痛そうでかわいそうだからやめましょうみたいなの見て、でその画像載ってたんだけど、ワンちゃんが足火傷しちゃってる、めっちゃ痛そうで、本当にみんな絶対ダメだよ。せめて夕方とかにしてね、お散歩行くならかも。靴履かせるしかない。ワンちゃん、なんかワンちゃんの靴とかあるよね。新幹線なんかグローバルすぎて、あれどういうこと、どういうこと。コンクリートやアスファルトも見てなければ、いや大丈夫だけどさ、なんかあれじゃない、半分以上外国。あ、そうなの。まあ、でもし今旅行客の方が増えてるしね。靴履かしたけどそれ嫌がって、やっぱりでも嫌だよね、そりゃ靴履かないよね、ワンちゃん。嫌だ嫌だワンってなるよね、それ。いや合ってるかな、嫌だワンとか思うのかな。ごめんちょっとワンちゃん、ごめん、勝手になんか変な解釈してごめんだけど、嫌だワンで合ってるのかな。こうやって二重にして、この二重の部分にも塗りますよ。そうすることによって影ができますからね。すごいよね、私マジ二重顎がすごくて、本当に最近ひどいのよ。ワンダホーとか言ってるかも。ちょっと好きかも、ワンダホー。ちょっと私の中でお気に入りだわ。タカさん、アイスありがとうございます。でもさ、20顎でも30顎でも好きって言うけどさ、常にさ、リナがさってなってたら嫌でしょ、普通に考えて。絶対嫌でしょ、一緒にこうさ、じゃあ24時間同じ部屋にいますなんて、リナがずっとさってなってたら嫌じゃん、絶対嫌じゃん。リナだったら嫌だもん、そんなやつ、そんなやつ一緒にいたくないもん。
にさすがにこいつ嫌じゃない、ずっと横で二重顎になってるやつしかもさ意図して二重顎だよ、普通ってこれなわけじゃん、で普通はこれなのにさずっとこれやってるやつめっちゃ嫌じゃない、もうそれでもいいって人ももはや愛ですよ、愛、私に対するもう愛が溢れてますよ。だとしたらだから今嫌かもって言ったやつは私に対して愛がないってことだよ。これ罠です、罠、引っ掛けです、もはや。僕らは無謀な渡り鳥、 GPS では追いきれない、ツッチャッチャ海を渡れ。あー今日眉毛切ろうと思ってたんだった、まあ、染めたからいっか、染めたからじゃない、雑色したからいっか、そろそろ前髪じゃない、眉毛を切らないとと思ってたんだけど完全に忘れてた、伸びたんだよね、眉毛が伸びるとね、こういう眉マスカーとかね、ベチャってなっちゃうからね、つくときにあんま良くないんだよ。一番難しいのは不義理ですね。二重顎でも OK だったら結婚してくれるとかありますか？そんなことじゃ結婚しません。そんな私軽い女じゃないわ。私のことそんな軽い女だと思ってたわけ？10分までやろうかな配信。どうやったら結婚できますか？大金持ちになったらできます。私金持ちが好きなので。そこだけは譲んないからな。私との結婚第一条件はお金持ちですからね。毎日サブウェイとスタバ。サブウェイは魅力的だな。スタバ毎日なんだ、ちょっと絶対太るからダメ。短冊にも、いや短冊のお金持ちはあれは結婚してお金持ちになるんじゃなくて、あれはもう自分で金を手に入れるっていう意味のお金持ちだから、めっちゃ大金持ちって書いた短冊に。そんなこと書くアイドルめちゃくちゃ嫌だよねアイドルとしての願い事、めっちゃ大金持ちだってさ、なんかみんなのさ、こうファンの人がさ、みんなの写真撮っててさ、そう、それとか見てたらさ、なんかみんなさ、こうなんかずっと笑顔でいられますようにとか書いてる可愛い人がいる中でさ、一人だけめっちゃ大金持ちって書いてるやつがいるからねめっちゃ大金持ちだるすぎやろマジではぁ、あ、みたいな。可愛すぎやろ誰マジで。ずっと笑顔でいられますようにとか書いた人可愛すぎマジで。何それ、私もそんなん書きてえし。ハイライト。あきゅうさん同期が増えますよねめっちゃ面白かった、そういうのも見た。パラレルワールド言ってた、まきよしさんだけ。
よいしょ。何がなんかメイクしてるとさ、マジ公園とかじゃないとメイクさんいないからさ、今の自分のメイクどうなるか全然わかんない。家でやるとさ、やっぱ濃くなる傾向があるんだよね、どうしても。なんかね、なんでだろうね、やっぱ人に見てもらえないからだと。家の電気の関係もあるんだろうな。どう、いい感じ？まあ、全然わかんないと思うけど、とりあえずベースメイクが終わりました今。ベース、こっから色を足していきます。今日はちょっとオレンジっぽくしようかな。でも私はメイクあんま詳しくないから、これがオレンジなのかどうか正直あんま分かんないけど、ピンクっぽいような、オレンジっぽいような。すごい、なんかいっぱい来てる。なんだろう、ちょっと色ついたの分かる。この前さ、なんか大体ね、アイシャドウってそのまあアイホールっていうこのまぶたの上全体的に塗る色がまずあのベースとして塗る色で、その次あのこう二重幅とかに塗る、まあ、ちょっと締め系のちょい濃いめの色があって、最後にこう目の際とかに塗るあの濃い茶色とかそういう赤とか、まあ、そういう系の濃いめのもう締め色みたいなの使うんですけど、この前私大体3色は使うの、ちゃんとこうグラデーションみたいにして目の大きくする効果を出すためにね、グラデーションにするんだけど、私この前ね、あの大体それメイク目の周り塗って涙袋やってラメつけてまつげして、ま、あのアイラインやったら終わるんですけど、全部やった後、あれ待って、私今日アイホールしか塗ってねえと思って二重幅と他全部塗り忘れてたの。自分でもびっくりして、えみたいな、ちょっと待ってみたいな、えいつも塗ってたよねと思って、塗り忘れてたから急いでそのもうラメとかやっちゃったけど、こう塗り直したよね。まあ、だからといってめちゃくちゃ大きな変化があるかってやったけど、そういうわけでもないんだけど、やっぱそのこうグラデーションとかになってる方がやっぱ綺麗なわけですよ、メイクとしては。めっちゃ焦った、ええみたいな、え私忘れたの、そんなことあると思って、自分でちょっとびっくりしちゃったよね。自分自身を問いかけたよね、え大丈夫って。さすがにだって そんな手順忘れるっていうぐらいの手順なのよ。で涙袋、涙袋に色つける。ぼっとしてたんかな、それこそこの前のパジャドラだよ、パジャドラ。涙袋はね、コンシーラーをねこう塗るとちょっとなんかぷっくり見えるらしいっていうのがなんかネットに書いてたから、私メイクの情報は基本全部ネット頼りなので、ネットに書いてたのもそのまま信じ込んでやってます。ちょっとこのままだと涙袋が真っ白で変だから、もう一回色を重ねなきゃいけないっていう。ほらぷっくり見えるでしょ。でも私思うんだよね、結局コンシーラーでこうやって描いてもさ、上から色を重ねるならさあんま意味ないんじゃないかなって思っちゃうんだけどさ、どうなんだろうね。ほら結局元に戻るじゃん。なんか意味があるのかどうかは正直ちょっとわかんないんだけど、でもなんか美容アカの人とかはよくやってるから、一応まあ私もコンシーラー使ってみるけどさ、でも色塗ったらさ意味ないよね。コンシーラーでこう白っぽくなるから多分さぷくってさ浮き出て見えてさ
なんかいい感じになるだけじゃん多分だけど。でもそこで塗ったら意味ないよね最近それに気づいてさ、あれみたいな、ちょっと待てよ意味なくないみたいな、多分だけど意味ないよね。今日は公園じゃないからラメは大きいのはつけません、ちっちゃいのポンポンポンぐらいで。世界中の街角でパーティー始めればいいのに。今度左右で変えて比べてみたら、休みの日とかだったらそれでいいけどさ、公園はさすがにちょっとできないかな、恥ずかしい。濃いアイライン使っちゃった。いつもの薄い茶色使えばよかった。いっかとか言いながら書いたくせに文句を言っちゃうんだよ。それが私の悪いとこ。はい、反省します。はい、反省しました。反省って大事だよね。これ電池が弱くなっている。松葉したのにさ、やっぱさ上がりが今回弱かったんだよね。結局ビューラーしなきゃいけなくなっちゃうんだ。悲しい。なんか松葉の意味がなかった気がする。ビューラーじゃなくてなんかマスカラする顔ってさ、鼻の下伸びてさブチャイクになるっていうよね。でもさ、だから私さ最近気づいた、あのさこうやって配信で私たまにメイクするじゃん。だからさ鼻の下が伸びなくなった、メイクしながら。前はやっぱさこうやってやってたんだけど、でもなんかやっぱ配信することによってこう配信とかでこうやってやるからさ、やっぱ一応さ鼻の下伸びてるとこ見せたくないじゃん、いくら私といえど。だからさ鼻の下さ伸びなくなったんだよね、メイクの時に。ありがとうみんな、君らのおかげだよ。ちょっと伸びる時はあるけどね。
努力あってこそ、鼻の下伸ばさない努力。なんでそら、全然可愛くないのその努力。もっと可愛い努力がいいなだって。今日の作品完成の作品っていうのはまだ終わってないの。そんでまだまつげはあと2回ぐらい塗らなきゃいけないんだから。まだこれじゃ完成じゃないんだよみんな。こうやって下まつげは下にこう落とすの。そうすることによってそう見えるからちゃんとまつげだよっていうのが。ちょっと今日あんま落ちないの。完成でも完成と思わせる強さ。なんだ今日なんかすごい褒めるでみたいになってるけど。今日は褒められでなのかな。褒めて伸ばす、いやそれは正解。私に対して褒めて伸ばすはマジで正解なんだよ。でも私は褒めて伸びるタイプですから。でもやっぱさ人間褒められて伸びる方がいいよね。で続いてくる。いってらっしゃい。雨降らないといいね。めっちゃかかった。しかも一部分だけ。今日のレゾートはギリ雨降らないっぽい。ああそうなの。今屋根が閉まんないからね。僕は君のために何ができる。涙の手前で自分の手のひらそっと見つめて微笑。わ、下まつげ、下まぶたにちょっとだけラメが、ラメじゃない、あれがついちゃった。なんだこの毛。お時間です。やばいね、お時間です。はい、本当はお時間です。もう終わります。あとこれだけ塗ったら。ちょっとチークが足りない気もしますけど、まあリップネタなんとかなるか。
高がり足で地面を蹴って太陽がぐるりと回った。13位トムさんありがとうございます。12位秋ゴジありがとうございます。11位トフチ太郎さんありがとうございます。10位フーガさんありがとうございます。9位ユウさんありがとうございます。8位スミさんありがとうございます。7位ティータツさんありがとうございます。6位ションションありがとうございます。5位三角さんありがとうございます。4位 HKT ジョエツオジさんありがとうございます。3位タカさんありがとうございます。2位テンタコちゃんありがとうございます。1位エイカさんありがとうございます。完成だよ、みんなのお顔は。ちょっとだけやっぱチークを足して。三角さんアイスありがとう、お誕生日おめでとうございます。今日勝てますようにタワー、ありがとう。本当だ、タワーもあって、ありがとう。アイスに見えたタワーだった、ありがとう。勝てるといいね、今日も取りに行った。連勝連勝、 J リーグではないけど今日。じゃあ皆さんありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさーい、じゃなくていつもの癖出た。バイバーイ。